年々増え続けている美容整形のトラブルですが、今回は目の手術をテーマにします。いろいろな悩みを抱えて決心した美容整形なんですが、理想と違うということで逆にコンプレックスになってしまった、そんな悩みを解決する修正手術の現場に迫ります。開かない閉じないといったような形に。美容整形のトラブルに巻き込まれた40歳女性。これで一生過ごすんかなと思ってね。目の整形手術でまぶたが変形してしまった67歳女性。決意の修正手術、果たして結果は。さらに目の下のたるみを取るため整形をした43歳女性は、やらなきゃよかったかなって。効果がなかった上に驚きの請求金額とは。実は今こうした美容整形のトラブルが増えているのだ。過剰な広告で、それに騙されてっていう感じですね。 Nスター今日の特集は、相次ぐ整形トラブル、驚きの実態に迫った。厚生労働省では今年1月、美容整形などを行う医療機関を対象にホームページでの宣伝活動を制限する検討に入った。限られた成功例を強調する施術前後の写真、いわゆるビフォーアフターや患者の体験談を規制する方針だ。国民生活センターによると、美容クリニックの宣伝内容などをめぐる相談は2005年度は432件だったが、2010年度には759件に増えている。東京銀座にあるクリニック、ここにも別の場所で美容整形を行ったが満足が得られなかった女性が通院していた。びっくりするぐらい回復が早くて、本当にすぐお化粧できるっていうのが、本当その通りで。43歳の川島さん、3年前もともとコンプレックスだった目の周りのたるみが気になりだし、都内の別のクリニックで皮膚を切除する美容整形を行った。同い年くらいの人にはないのに、なんで自分はこんなに老けて見えちゃうのかなっていう部分。毎朝仕事前に覗く鏡、そこには年齢以上にしか見えない自分の姿があったという。そして飛び込むように受けた美容整形、ところがあれはやらなきゃよかったかなって、慌ててこうなりたいと思って焦ると焦るほど失敗するなって思いました。手術後、腫れが引いても目の下のたるみが一向に取れなかったと話す。そして去年このクリニックで修正手術を受けた。一度治療した症例に としてはまだこう症状が残ってるっていうことですよね。ですから、きっちりですね、もう少し結果を出してあげれば本人も満足したんでしょうけれども、さらに以前行った手術代金はかなり高額だったと指摘する。これでやっぱり80万円ぐらいの高額な治療費取れると、患者さんとしては非常に不満が残るのかなと。川島さんが支払った金額は80万円。久保院長によると、この程度の整形手術であれば30万円くらいが一般的だと話す。1年前このクリニックで修正手術を行った川島さん、整形手術のモニターとして受けたため費用は15万円。その結果は全然違いますね。朝仕事行くときにすごく元気に見えるんですよね、自分が。やっぱりちゃんとしたとことか、こう信頼できるとこをこう見極めるっていうのって本当に難しいですよね。このクリニックでも最近トラブルを抱えた患者が増加傾向にあるという。その原因とは。
できないことでもこう売上重視のためにですねついついやってしまうとか、教育の場が十分に得られてないっていう、それが一番の原因だと思いますよね。その久保院長を中心に一昨日ある講習会が開かれた。その内容とは、今その美容外科の中でクレームの問題がクローズアップされているようなんですよ。そういった厳しい状況の中でですね、どうやって我々が生き残っていくかということは考えなきゃいけない時代になってきていると。集まったのは全員美容クリニックに携わる医師。美容整形の技術向上のため定期的に実習を行っていたのだ。この日は目の整形を希望する女性が協力し、実践方式で手術が行われることに。でまず、いつも描いてる眉毛を描いてくれればいいんだ。要はそうです。その辺からこういう感じで全部上げて、これ大事で、どうやって描いてるかって僕ら勝手に判断するとこれ結構クリーミーになるので。美容整形の業界ではこれまで公に技術を教えることは数少なかったという。参加した医師たちは、なかなか他の先生の手術を見る機会というのがないので、ちょっとした細かいテクニックなどが非常に勉強になる。整形を希望する人の中で、はい、目の整形を希望する人っていうのは一番多いんですね。でその分トラブルも多いんです。ですから今VTR に出てきましたけれども、はい、ホームページという限られた情報で判断するのではなくて、実際に執刀するその医師に会って、よくコミュニケーションを取って症例をたくさん見せてもらうという、で納得いくまで話し合うということですね。医師同士のほら技術講習の場面ありましたけども、はい、やっぱり美容整形の分野って非常に限られた世界だったということがよくわかりますよ ね。本当に慎重にお医者さんを選ぶということと、はい、その前に本当にその面も結構いけるんじゃない。